1位の光源氏の皆さんにハイポーズをおっしゃってよろしいですか。はい、はい、お願いしましょう。せーの、ハイポーズ。はい、どうもありがとうございました。はい、ジグソーポーズにしまして、皆さんにこの写真は差し上げます。はい、今日は月刊をお送りしましたけど、はい、来週はいつものようですけども、私はカンボジア、ベトナムにユニセフのことで行ってまいります。はい、スケジュールの中にはベトちゃんと奥さんの病院を訪問することもまたご報告します。ありがとうございます。気をつけていってらっしゃい。お買い物がとっても楽しみなんだけど、同じくノルウェーのオースローからの司会もございました。これ見ちゃったやつでしたね。お給料はどのぐらいなんですかね。はい、人気者2人がニューヨークからダブル衛星中継もありました。マッチとしちゃんと私と3人がニューヨークにいるとすごい素晴らしい。大失敗したのが五木ひろしさんのハワイでございましたね。真っ暗でこれがワイキキのビーチなのか江ノ島か全然区別がつかない。どこかわかりません。はい、評判が高かったのが少年隊のラスベガス中継、これがすごかったですね。周りの方があんなにうまい踊り見たことないというので、です。はい、少年隊といえば忘れちゃいけないのがオーストラリアのアデレード中継でございます。突然ここにオーストラリアのテレビが入りまして、裁判所のシーンドラマが入っちゃって、みんな驚いたという、とんでもないびっくりしたね。みんな驚きましたが、はい、そういうわけでいろんなことやりました。はい、こんばんは、 TBS の唐沢明宏です。過去ベスト10での衛星中継は14カ所33回に及んでるんですね。ご覧の通りです。ものすごい大きな世界地図です。はい、やはりハワイが一番多いですかね。7回ですね。はい、それからニューヨークの6回、あといろんなとこありますね。ソフィアですね、ブルガリアのソフィア、それから私と久米さんとの司会しましたミュンヘン、それからオスロ、これ私はイプセの勉強に行ったところですね。まあ、ご覧ください、随分たくさんありますが、はい、さて、このベスト10の衛星中継の歴史に今日は新たなる1ページが加わります。しかも日本音楽史上始まって以来の場所からの生中継でございます。ただね、国際電話がつながるまでに30分かかるというお国だけにちょっと心配なんですよね。まあ、とにかく私としてはもうどんなことがあってもこれが成功してほしいと思う衛星中継でございますが、スタッフ一同万全を期しておりますけども、 生放送でございます。どうなるかわかりません。はい、楽しみにしております。さあ、それでは発表を続けましょう。今週の第5位です。先週は鈴鹿から歌ってくださった近藤雅人さん、夕焼けの歌でした。今週の第5位は激愛ポーランカップ長渕剛さん7461点。申し訳ございません、長渕さん今夜はツアーのリハーサル、そして映画の編集作業ということでお越しいただけませんでした。そうですか、ぜひお待ちしてますので、この歌また歌っていただきたいと思います。どうぞ発表続けましょう。今週の第4位です。先週は初のランクインブルーハーツの皆さんでした。今週の第4位は涙はどこへ行ったの初登場、南野陽子さん7760点。はい、南野陽子さんは今、日本テレビ愛は地球を救うの取材で、カンボジアのプノンペの方にいらしております。まあ、ご存知と思いますけれども、カンボジアというのは国の統一をめぐって今非常に不安定な状態の中にいます。私は去年12月でしたけども、ユニセフの親善大使としてカンボジア行ってきました。まあ、本当に国の半分の子どもが栄養失調、孤児が30万人という大変な国です。そしてみんな大変今悩んで、そして苦しんでいます。そういう中からの中継がうまくいくかどうか、どうなんでしょうね。さあ、それではですね、日本音楽史上始まって以来の中継が成功するかどうか呼んでみましょう。南野さん、南野さん、あ、はい、すごい絵が出ました。まあ、どうもこんばんは。こんばんは、はっきり映ってます。もうスタジオ中から本当に大歓声、拍手です。声の方、どちらですか、どちらですか。声の方は電話じゃなきゃ無理なんですね。はい、はい、まあ、それはどちらですか、場所は。今ですね、プノンペンのバイオンステーションというところからなんですけれども、あ、そうです。なんかソ連が建てたカンボジアの放送施設だそうですけれども、はい、カンボジアの中をご覧になる機会はあったんですか。いや、今さっき着いたばかりなんですけれども、日本テレビの24時間テレビのね、募金をしてくださった視聴者の方の代表として、まあ、今回いろいろなところ回って自分でいろいろ報告しようかと思っているんですけれども、どうぞ若い人の代表として本当にみんながどんなことを考えてどういう状態にいるかということをできる限りご覧になって、あなたの目で、そして日本に帰ってらしたら皆さんにそのことを知らせてあげてくださいますか。はい、はい、それでは見て帰りたいと思います。お願いします。じゃあとにかく歌っていただけるのね。はい、はい、それじゃあお電話を置いて歌の方よろしくお願いいたします。はい、これは大変複雑な状態で電波がこちらへ届くんですけれども、はい、衛星を2つ使ってのしく響く声を今も覚え
南野さんは今また電話のところ、電話じゃないと声が通じませんのでね、はい、今こちらに向かってますけども、はい、みんなが笑ってる、ね、今走ってます、走ってます、もしもし、はい、あ、もしもし南野さん、もしもし、もしもし、聞こえますか、はい、もう、もしもし南野さん、はい、あ、わかんないんだ、お電話大丈夫、はい、聞こえます、はい、もうはっきり、はい、とっても綺麗に映りました、はい、ご安心ください、そのカンボジアから日本の皆様に何かおっしゃることありますか。いえ、こちらの人もすごく活気にあふれてて、とってもあれなんで、ちゃんと報告したいと思いますので、皆さん待っててください、はい、そうですね、ありがとうございました、本当に皆さんによろしくね、本当に皆さんの平和